SNS の恐ろしさでね。うん。まあ、ああのー、どうすかあの、どこの誰がとか、個人名や番組を出すつもりはさらさらないし、うん、あの件に関してはどうこうという、<laughs> あの、あれはないんだけれども。うん。なんか一個びっくりしたのが、うん、なんかみんなすげえ単語を切って誹謗中傷ダメだよねって言い始めたじゃん。うん。あ、そっちか。いや、そっちじゃないの いや、そっちもあったけど、うん、どっそ,そっちの方が大きいか。あの、森さん的には何が気になった、うん、俺的には、うん、これ名前言いづらいの、どこまで、ちょっとすげえ難しいんだけど、うん、あの、はい。ごめんなさい、あの、急に切断されました。<laughs> すいません。アプリの不具合が <laughs>。アプリの不具合が、お互いアプリの不具合がありまして。 今日日日はアアププリリにに泣泣かかさされれるるだだねよでさらに今このねアプリに泣かされて急に死んだから <laughs> テンションも落ち <laughs> 録画のテンションも落ちそして今1時間以内にスカイさんはなんとストロボをポチるっていういやマジでマジでモアリさんのアドバイスがやばい<ー> <laughs> いやーねまあ そこはね急,急にだったからねあれだったけどそうあのパッパッパッとこう言ってねこれとこれとこれっていう言ってっ、ね、機材をどの道買おうと思ってて軽くお話をしたらね、うん、まさかのその場で買い買いま,まで行っちゃうって <laughs> まあそれに関してはまあちょっと別の枠で話していこうかなと思うので、はい、カメラのことについて話す機会があると思うのでその時にちょっと話していこうかなと思います、うん、なので<い>ちょっと一回ここは SNS の重要性じゃねえ SNS の恐ろしさですねについて話してたのでちょっとそれをちょっと話して僕が言ってた人は間違いでしたなのでその人に関してはまあまあ今後しやすいよねだから多分みんなが知ってるところですよね女性の方かな 恋愛リアリティとあ,あ、そうね。そのぐらいがいいね。うん、そのぐらいがいいです。非常に。の、まあ、誹謗中傷ですかね。僕はあんまり正直詳しい内容とかを知ってなくて、なんか誹謗中傷があって、うん。あの、亡くなった。まあ、それを、が原因というか、まあ、それを国っていう形ではあるんだけれども。うんうんうん。うん。あのー、 私も特にあの番組をちゃんと見てたかっつったら特にそこまで見てないので経緯はああ Twitter だったりあとは朝のニュースのワードショーとかで特集をしているのでそれをん元にあ,のある程度の大まかな経緯は知ってはいるんですけれどもまああの各報道で扱ってるから今特に詳細は特に語るはれもないんでしょうけど。まあね ただ、その SN、SNS って、逆に今までどっちかって言ったらもうイケイケどんどんでもう便利、楽しい、みんなと繋がれる。なんなら海を越えた世界中の人と繋がれるっていう。ね。あの、明るい部分がやっぱりどうしてもピックアップされがちだけども、結構忘れがちだけど忘れちゃいけないのが、そういう、まあ昔からあるけどね、そのネットいじめとかさ、学校の裏掲示板とかね。なんかそう、俺、そう、学校の裏掲示板に書かれてたよって教えられたことがあったの。 <え>学生の時にマジそうそうそうんなさ<わ>教えられたとこでさ俺見れねえしいやうんそうだよねそう裏でこそこそやんなら直接言ってこいやと思うんだけどそうだからその俺ね今回その SNS のソルシしさについて話した理由としては、うん、このなんだろう SNS がめちゃくちゃこうはやってまあ昔から流行ってるけど、うん、まあミクシーだったりね、うん、いろいろあったけどさ、まあ、逆にそのなんつうの俺はその ね、あの女性の方、うん、亡くなられた方について話すっていうのは俺はイメージしてなくて、うん、なんかすごく2年前かな3年前ぐらいかなの,の動画、うん、YouTube を見,見,た見て、うん、それで話してたのがあって SNS の恐ろしさ、うん、あこれ俺も話そうと思って話題に取り上げたんだけど、うん、たまたまねその まあそ,のそのチャンネル名言っても別に問題ないかなと思うんだけど、うん、あの、ワンピースの動画、ワンピースの、なんていうの、その、考察だったり、うん、あの上げてる人のチャンネルなんだけど、<ー>そこの人のチャンネルのサブチャンネルかなであげてた、うん、あのチャンネルなんだけど、それで SNS の恐ろしさ、うん、あのっていうのを言ってて、うん、俺らが昔の、 学生の頃かな学生の頃ってさ、まあ、なんか言われてたよね一応ねなんか,授業でやったっけかななんかこうなんて言うの、ね、道徳とか総合みたいな感じの時にやったよね、うん、あなちらっとまあ正しい使い方はしましょうじゃないけどさあの合図の気持ちに立って、うん、なんかこう掲示板とかに書く時は、うん、向こうにも人間がいることを忘れずにみたいなことはねそ、うん、そうだからその あ俺でもその時にそれを思ったのが俺結構素直であの真面目にこう言うこと聞いちゃうタイプなのねだからあやばいんだ怖いんだ怖いやつなんだ SNS っていうのは怖いやつなんだっていうのを俺はその時に感じたっていうかもうすぐ入ってきたのねああそうなんかいろいろあるあ,あったのかなその時も分かんないけどなんか怖いやつなんだなっていうのは俺は もう分かんないけど思ってて、うん、SNS っていう自体が何か分かってなかったのその時は<ー>今。今こそ結構みんなこう知ってるかもしれないけど、うん、あのその時は本当に分かんないレベル SNS っていうのはどういう、うん、何なのかっていうのは分かんないレベルだったんだけどそこから俺は結構その。 SNS、公表とかしてなかったのね。ちょっと待って、音が大きいかもしれないから、ちょっと音下げさせてもらっていい、はい、結構音割れちゃってるかもしれない。あの<や>録音する録音する側、そう、録音側が、ね。そう,側がそうだね。そこ大事だね。OK。聞こえるうん、聞こえるよ。OK。そう。で、そう,で,そうで、そう、だから、公表しなかったの、名前とかもうマジで。 伏せてたんだけど最近になったらしっかりこう名前出すようになって、うん、逆にこう緩くなってきちゃってるのかなって俺は思ってんの最近自分でね自分自身でねそう、うん、自分自身で結構緩くなってきてんのかな、うん、SNS に対しての考え方とか昔の何、うん、だろ恐怖心っていうよりも、うん、なんかちょっと緩くなっちゃってる自分がいるのかなって、うん、その やっぱりこう SNS が多いじゃんインスタツイッターフェイスブック YouTube そうだから逆にこんだけ広くなっちゃってやってる人口が多いから、うん、別に大丈夫なんじゃないかなっていうなんだろう甘,甘えっていうか、うん、気持ちの緩みからなってるかもしんないんだけど、うん、まあみんな多分そうだと思うんだよね結構。 結構ゆるく考えがちになってて相手が見えない相手が見えないっていうか結局コメントした人っていうのは一番強いわけで見えないじゃん顔が見えないし名前もあれでしょ多分伏せてるからバレないだろうって思うけどでもやっぱりこうねそれで誰か傷つく人がいるんだよね絶対その言葉によって。 書く内容によってはねうん、うん、だからなんかインスタでも俺書いたかもしんないけど、うん、その一言で励まされてなんだろう喜んだり楽しんだりすることもできるけど言葉一つで,、うんうん、で逆も捉えられるんだよね、うん、その一つの言葉で脅しに使うこともできるし、うん、だから 相当、だから SNS ってマジで改めて考えなきゃいけないのは本当に怖いいなっていう、うん、みんなゆ,ゆるく多分考えがちだけど、うん、こんだけ多くなってきてる分ね、うん、SNS がそうだね無料で、ね、配信できる環境が多いまあすごいいい点ではあると思うんだけどゆるく考えずにもうちょっとやっぱひ 人相手は人なんだよ、うん、聞いてる人も人なんだよっていうのをやっぱ考えて改めてやりたいなっていうのは俺は思うね最近ね、うん、なんかちょっとうあれしちゃってるかなっていう。一昔前に比べたら今はね、うん、ほんとインスタグラムとかは結構手軽に始められやすいし、うん、まあツイッター ツイッターばっかり例に出したら本当申し訳ないんだけれどもツイッターとインスタグラムってのはユーザー層がそもそも違うからインスタは多分荒れやすいのって有名人だったんですよね有名人とか芸能人とかあとはなんかこうすごい自慢ばっかしてる人とかあとはまああの一緒にまあ一緒にしちゃうと FX とかさああいうネズミコみたいなのをやってるとことかも結構ありやすいけれどもツイッターは特にさ文章しかないじゃん。 うん、まあ漫画とかね写真も知らないけど、ねうん、だからあのー、変な話普通の日常会話以上にうんう言葉の一つ一つにより気をつけないといけないのかもしれないねそうねあのツイッターっていうのは本当に本当にライトで手軽でうん言葉も選ばず変な話あの2チャンネル、まあ、今5チャンネルか、うん、とかあのん、ね、うん、うん、ああいう掲示板に書くような感じで あの草生やしたりとかさ、うん、すげえ楽しいんだけど <laughs>、うん、草生やしたり楽しんだり、うん、しつつねしつつその裏側ではきちんとしたこきちんとしたってのはまたねあやまい次が曖昧だけれども、うん、この言葉を使って果たして的確だろうかってちょっと少し考えながらそうね昔言われてたのはさ、うん、求められてるねのねあげる前に一回考えろって言う,、うん、言うよね言われてそうだよね。 1> 1回とれだってさ,ってさ自分のさ友達とか大事な人にさ LINE とかするのに、うん、そんなもんむ,むっちゃえたいの送んねえじゃん普通うんうん、うん、そうまして大事な人だったら絶対考えるでしょその文章であってるから大事に考えて送るもんね普通はね逆に気軽になってる分ちょっとそこは緩くなっちゃってるかなっていうのはあるよねうんうん、うんうん あとツイッターのよ,よくないところって言ったらあれなんだけど、うん、よくないところは逆にプラスもあるからあれだけど、うん、リツイートがよくないんだよ多分うんリツイートすると他の人まで見るじゃん、うん、全く知らない人まで、ね、フォローしてない人とか、ね、そうだからそれで余計に拡散されちゃってるかなっていうのは、うん、いやもちろんいい点でもあるし知らない人まで届くっていうことで考えるとめちゃくちゃいい点だし 逆にマイナスうん、うん、マイナスというかこう悪い方に考えると、うん、いい良くない言葉一つも拡散されるようによってはめちゃくちゃ拡散してしまうっていう、うん、っていうのはあるよね、うん、ツイッターインスタにはないツイッターの、まあ、利点でもありふあのー、ダメなところもある、うん、そうインスタリツイートあったらあれだもんね多分同じような感じ、まあ、似た機能はあるけどもそこまで普及してないからねシェアだもんね そうシェアとかリポストだもんね、うん、今リポスト死んできてんもんねリポストはマジやってる人いないもんねうん、うん、いい時ちょっと出かけたけどねうんでもリポストの意味,意味ないところってさあれ別にリポストしたからってさ、うん、飛んでいけるわけじゃないじゃんその写真とか文字にうんツイッターはそのままダイレクトに行くじゃんねなんなら写真付きで一緒に行っちゃうからねそうだからそれがまあそういうなんつうの いじ,い,じいじりっていうなんつのうの、ん、使われちゃう時もあるよねっていう批判、まあ、あとは悪い噂は広まりやすいからねそうねだからひ、うん、広めなんつうの人間が好きなのってそこじゃん人間って、ね、まあ日本人なのかわかんないけどさ、うん、悪いやつってさ広めたがるじゃん、うん、悪い情報とか、うん、そうだからそれはだからにに人間の心理であれだけどさ難しいところはあるけどさ、うん まずアップするときにやっぱ考えなきゃいけないよね。そうだね。これは本当にちゃんと合ってる言葉なのかっていうのを考えながらやらないと。こんだけ便利だってことはみんなもう分かってるはずだから、もうかるべきあの対策をしっかりとって、相手のことを思ってやれば。 もう最ここまで最強なツールは逆にないからね。そうね。そう。使い方次第。その人たちはね。使い方次第。うん。ほんにそう。だってあの、三年 A 組だっけああ、えっ、ー、と、菅田将暉。菅田将暉が主演の。うん。あの映画も、あ、映画じゃねえや。ドラマもすごか見てた見てない。見てない。ないあ、見てないか。あの映画はね、うん、本当に素晴らしかった。ええー。映画じゃねえや、ドラマね。 その先生のコメントがなんかたまに上がってくるけどねあ<ー>、ペンでそうすごいすごかったやっぱ今のそういう SNS に対して突き刺さるような言葉を全部言って言ってる感じ、ね、そうだからちゃんと相手のことを思って考えろっていう考えなきゃ考えれば分かることだろうっていう うん、自分がそっち側に立ってみろよっていうことなんだよね。うん。そう。でもまあ逆に、あの、こっち側の人間からする、俺からの人間側からすると、うん。その、あんまり考えすぎもよくない。だってそこまで、だってね、なくなっちゃうまでいっちゃうと、誰も得しないから。そうだね。 自分だって得しないじゃん。ね、そう自分だって得しないし、うそうだから、なんかあんま考えすぎもよくないかなっていうのは俺は思うかなっていう。う例えばさその、さっきスカイさん書かれてたって言,われ言ってたじゃん、うんで。書かれてたって言われても、別にそうやって見なきゃ、まあ、スカイさんの場合は見れなかったから。あれ人も入ね。そう 見なきゃいいんだ、別に、うん。うん、だ俺が、あの、5チャンネルで書かれてたとしても、見なきゃいいんだ、別に、うん。で、コメント書かれたとしても、別に見なきゃいい。ああ、そうなんだっていう。うん。アンチの人っていうのは、それが好きだから。そうだね。書くのが好きだから。どういうリアクションするんだろうって。そう。まあ、いじめとして。そうそうそう。<laughs> しかとしたら、つまんねえなこいつでつ違うとこ行くんだよ。 そう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 ,そうだからなんつうんだろうなまあ多分そのね有名人じゃんお、うん、テレビに出てるから、うん、有名人だから多分来る量もえげつないと思うんだよね、うん、もうとんでもない量が来ると思うんだけどでもその結局バーってすごいいっぱいが来たとしてもそのなんつうの群衆の群れと一緒でさ やっぱ右行ったらみんな右た行きたくなるのよ、うん、みんなが右行ったからああ俺も右行こうみたいな、うん、本当は左の人だったんだけど、うん、右行こうみたいな本当は応援あの話をあの合わせると本当は応援してたんだけどあのみんなアンチ書いてるから俺もアンチ書こうみたいな感じになっちゃってる人もいるのよ、うん、中には多分多分だけど分かんないけどね<ー>多分でも群衆の理論的には言うとそうじゃん絶対そうだねだからそうだね ゼロではないよっていうのを言ってあげるべきだよね、うん、その、うん、応援してる人がゼロではないってアンチの人ばかりじゃないっていうのを身内の人なのかまあねなかなか難しいけどねそのその件があってからは芸能人のみんなが、うん、芸能人も人間ですっていうまあすごくごく当たり前のことなんだけどさ、うん、でもそういうことをみんないろいろつぶやいてたりしてたしうんうん,うん、うんうん だから、そう,ね、そう。みんな潰れてたもんね、あの時ね。そう。あの、逆にその、ね、正直その苦しみとか本当にしか分からないだろうけど、携帯開いてさ、ツイッターの通知切ってみたら全部悪口やったらさ、それはそれでも普通の人たちが気が狂うよね。<laughs> まあ確かに、ね、うん。それをさ、 もうちょっとで、ね、考,考,考え、考えられない、考えられないんだろうな。考えられないんだよ、多分、うん。まあもう、ここはもう正論というか、綺麗なとになってしまうけれどそう、だから、この前、それこそ、マツコの、なんだっけあのテレビ。ヒカキンが出てたんだよね。えー、マツコとヒカキンが対談するみたいな感じであって、うんうん、結局、有名になると、 そういうこともあると。うん、うん。で、別に有名じゃない人っていうのはそうならないわけじゃん。うん。でもそれはメリットデメリットもあって、有名になればなる、うん、なるほどそう言って叩かれるけど、うん、発信する力っていうのは、うん、それこそちょっとあの情報があまりね少ないから俺あれだけど、政治の人のなんか何公開？ん 法会議？法法変更なんだっけななんかそういうのがあってさあのなんだっけ警察庁の長官のそうそうなんかあのなんだっけあの定年がどうちゃらこうちゃらっていうそうそう黒川をさんもう今捕ま捕まってねえー、っと捕まってないごめんあの辞めたり辞職されたいだけだ<ー>けどもかけ回じゃねえ、うん、ってあそうなんだちょっと俺、うん、そこまでわかんないけどさそのそ下りもさ 結局芸能人がこれはない、うん、これはないみたいなこと言ったらさ、うん、なんか取り消されたわけじゃんそうだねあのまたあた考えますみたいな。そうそう、うん、だから結局その有名人になることによってそういう政治も動かせるレベルになるわけじゃん、うんうん、そうだからあのもちろん有名になるとそういうプラスもあるけど 逆にその点リスクを負わなきゃいいいけななみたいな話をしてたのよなるほどねまあ発言が発言することによりよくも悪くも動かせるとうことは影響力あるしこうもう上にこう胴上げ状態だよね胴、うん、上げ状態になるとでもそれは本当にそれは正しいのかっていうのは言ってたけど、うん、でもまあそれは本当に受けなきゃいけない使命だなっていうのは言ってたのよ マツコとヒカキンさんが話しててうんそうでも逆に言うとそのね有名じゃない人は別に発信しても政治まで届かないじゃん絶対届かないねどう考えたってうんだってこの前ヒカキンと小池都知事だっけうんすごい、ねね、あったもんねだそこまでいけるんだよだから<れ>一般人で都,都のトップと話すんだよそう。っ<て>ヒカキンだってもともと一般人だからね そうだよねテレビに出てない一般人だからうん、うん、ビートボックス上げてた一般人なんだから、うん、そこからそこまでいけるんだからもちろん犠牲も伴うわけよね発言に責任がプラスされると、うん、そうそう,そ,うそれは言ってたのだからまあ難しいところではあるけど、うん、そうだから そこに関してもそうだし、SNS の恐ろしさっていうのはそこだよね。やっぱ責任が問われる、発信者の方に責任が問われる、うん、が一番かなまあ、あとはこれからう、法改正の整備が整ってくるから、こ、うん、れから審議が始まるみたいだから、それで場所厳しくなるだろうし、あとは早く会議請求して、ね、IP アドレスと電話番号を取って、うん、全部所有者を割り出せれば。 公的措置でも取れるようにするみたいですね。ただ量が多いでしょう。そう、なんかそれに一見一見弁護士が多くなのかってさまた微妙だけれども、量が多すぎるのよね。それぞれの抑止抑止を抑止力で、まあそうね。うん、やるんだけどね。なかなかまあ難しいところではあるけどね。S N、うん、S に関してはだってもうね、相当媒体も増えてどこで何が起きてるかなって正直わからない状態じゃん。 うん、だからこそ今こそなんつうの,の日本人の良き心っていうか本当にあるか分かんないけど日本人の良き心を取り戻したいよね。広そうだね,そうだね、うん、優しい心っていうか、うんまあ、相手のことを考えて画面の向こうには相手がいるよっていうのを、うん、当たり前だけどさそれをそ。 発生するたびに少しでも念に置いておけば少しは結果は変わってくるんじゃないかなとは思うね,、うん、そうね優しくなろうって、うん、優しく生きようそれでもダメだったら無視しよう無理してやる,やるわけじゃないから、ね、そう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 <は>そうそうそう別に SNS に関してはもう全部シャットアウトしちゃってもいいんゃない？うん、別にそうだから早くや,に今やらない人もやらない人も。 多くなってきてきるらしいよ、ね、なんかインスタ離れするみたいなそうそうそうやめるみたいなそ,そうそう,、まあ、そういうのも全然一つの手だろうしうんうんあの死んでしまったら何もないから生きたもん勝ちですからそれだよ生きたもん勝ちうんそうそうそうまあだからみんなそれぞれ各々の,の状況は違うからこの言葉が逆にあのマイナスにとらわれたり、うん、そんなことないっていう人もいるのが徐々承知の上でうん あれだけどそう、ね、ただ俺は少なくとも生きたもん勝ちだし生き,て<う>生きてりゃ丸ぼけっていう精神でやってるからそうそうそこは分れないそ,れそう死んでしまったら何もできないからうん生きてりゃ何かできるからそ,そうそうそう,そういうことですね、はい、で今回はじゃあ一旦じゃあそのバグがありましたので <laughs> 切らせていただきましょうはい一回切りましょうちなみに24分ですねはい 今25分ぴったしです。ですよね。はい。ま、時間ずれて、え、何え、25分今。そっか、あれだね。頭出しが15秒ぐらいパクってからだ。おい、マジかよ。大丈夫か大丈夫です。じゃ、一旦切りましょう。ウィー。